画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はパークルーレットサバイバー編の方をやっていきたいと思います。今回からですね、ザリーナの新パーク入荷しましたので、ザリーナの新パークも含めてね、持っていないボイローバーと、あと使わない、決死の一撃、そしてずっと石田をね、除いたパークでルーレットをやっていきたいと思います。それではルーレット回していきましょう。はい、出ました。ザリーナのパークは来ませんでしたね。近くにある罠や、トーテムをの方を見ると、音が鳴る小さな獲物、トークンを貯めるごとに回復力が強くなっていく、独学者、谷を防御するたびにトークンが貯まり、3トークン貯まると、1回だけ無敵状態になれる英雄の奮起、そして、近くにある板や窓が見えるウィンドウズ・オブ・オポチュニティですね。ちょっとね、なんというか真ん中2つがやっぱ癖が強いんで、どうなるかですね。そこがどうなるかっていう感じなんですが、まあ、オポチュニティだけでも全然チェイスとかはできますし、頑張っていきたいと思います。それではゲームの方をご覧ください。どうぞ。さあ、それではやっていきましょう。マップはランプキンレーンというわけでね、サバイバーからの指定で、ここに来ておりますが、ここね、ナースじゃん。私がこのマップナースで全滅したことないからといって、他のナースがね、そうとは限らないからね。見つかった、多分見つかってる。嘘です。今の反応は下かな。下だね。まあ行かせそうなパークなんだろうな。まあとりあえずオポチュニティが便利だねっていう話ですね。もしかしたらずさんついてるかもしれないんで、他の人見つけられたら独学者が生きる。ものすごくデッドハードが欲しいところですが、このデイビッドにデッドハード分けてもらいたいね。うん、英雄の奮起あげるから、英雄の奮起あげるからデッドハードちょうだいって言いたいですね。でオポチュニティも基本的に役に立つのは窓だけなんで、ナース相手だと。このマップはね、なんだ、何がやばいかな。2回ブリンクしたな。チェイスしてるか。到着。独学者のトークン貯めさせよう。あ、やっぱずさんだ。よいしょ。もう一回スキルチェックが出てくれば私は無敵の回復マンとなる。でナースだからやっぱり真ん中をね、取りに行きたいよね、しっかり。もう一回 OK。でこのジェイクは独学者ってこと分かったと思うんで、多分次私のところに助け求めに来るんじゃないかな。あれ来てますね、私のところ。待って、みんなこっちじゃん。こういう時に外周によって、ジェイクの方行ったな。ジェイク、そっちはまずいんじゃない？
独学者。スキルチェック、もう後藤くんだよ。早い早い。何戦かやってるんだけどクソパークとか思っててごめん。ナースだったらめっちゃ刺さるわ。ただむっちゃ固まってるんだよね発電機ね。とりあえず向こうで治療しよう。これで全員私が独学者って分かったはずだ。 OK ただこれ自分でねセルフケアとか持ってないからな。回してくれ回して回してくれ、私のことはどうなってもいい、回してくれ。あ、奥にも一段あんのか。あーなんだ、あとどこだ。じゃあ割とでもこっち側2台回したいね。こっち側を2台でデイビッドとフェミンが別々で回してんのか。ナイス。これヒーラーたる私を完全に潰しにかかってきてるね。ちょっと場所を変えましょう。危なっ。はい、コース取りミスりました。ナイス。とりあえず負けたっぽい。ノーアンエスケープオデス。輝けスモールゲーム。ここの2階でしょ。はい、知ってた。やべえ、これ脱出して。オッケー。また脱出するだけなんですが、救助はもうジム行ったんでいいでしょう。出ましょう出ましょう。取れ高取れ高十分出ますゲートどこ。そしてえ、なんで開け取らんの。 OK、 開けといてよみんな、私待ってるみんなのこと。みんなのこと私待ってる。さあおいでみんな。誰かがはっ倒された時点でもう私はこれ出るしかないね。独学者。あいよ早っ。
助けに行ってやってくれ。もし誰かが来たら私はここで治療する係。あのデビット、私が治療するから。あとは行ってやってくれ。血の番人が怖かったんですよ今のは。今のはね、血の番人が怖かったから、もうしょうがないね。あとはもうデビッドとミンちゃんに託したから。あ、キャンプしてるってことは血の番人じゃねえな。出てなかったらな、このミンちゃん救えたんだけど。お、ナイスデビッド、ナイスデビッド、いいよいいよ、いい感じ。まあでも私今回独学者で十分貢献したからね。これデイビッドが脱出？あー、デイビッドが、みんな大丈夫それ？出たね。ダメだった。最後だからジェイクが肉壁に入るのが良かったんだよね。まあ私十分活躍したんで今回は。うん、何も言われるあれはない。みんなのこと回復したからね、めちゃくちゃ。独学者久しぶりに刺さったな。ノーワンシャドーボーイタチツさんかで、儚い息切れと失調性の呼気という、まあそこそこ強い、まあ結構強いですよねこの組み合わせね。うん、あんま効果読む感じだけど、まあ、今回は意外なことに独学者が生きたと。で、スモゲも生きたと。ね。まあ、やっぱランプキンレアね、窓枠が多いんで、まあ、逃げやすかったかなと思いますね。まあ、知らない子が一人いるんですが、まあ、この子は知らないです。はい、というわけで、今回はランプキンレアでナースから逃げていったら、独学者が意外と刺さったというわけでね。パークルーレットでした、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。